西の島は日本の島根県沖諸島に属する島の一つ。沖郡西の島町の首都であると同時に、沖市町の分庁舎である島前集合庁舎が本島の浦郷地区にあり、沖諸島西部の島全地域における中心地となっている。島は西側の浦郷地区と東側の黒木地区及び美電地区に大きく分かれており、1915年に 完成した船引き運河と2005年に完成した西の島大橋が東西の接点になっている。西の島大橋の完成以前は島内を対象とした海上輸送も盛んに行われていた。西の島周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。2015年撮影の30枚を合成作成。 松江市、七塁港から直行便内市、中の島の菱浦港や千ブり島来去港、あるいは島後の西号港を経由する便が出ている。また、島前地域の島前道には、菱浦港や来去港と沖間港の島前、内港線が利用可能。かつては、別府港発着で、他の2島を経由して、美田地区の鳩港や浦郷地区の浦号港,港とを結ぶ、航路も開設されていたが、 西の島大橋の開通後は利用者が減少したことから2010年3月末をもって廃止された。島内の移動手段は西の島町 A バスが利用可能。なお、信号機は島内の小学校近くに1カ所しかない。これは交通の流れを制御するためのものではなく、子どもたちが島を離れて都市部へ出た時に、信号の意味や渡り方がわからないと困るから、という理由で設置されたものである。 西之島町に属する周辺の島々、西之島を主な舞台とした映画、ありがとうございます。